ストライクドッキング、こんにちは、みもです。からさです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今回は、呪術廻戦第2弾で出た、キャラ6体の総評っていうのをしていきたいかと思います。はい。まあ、いろいろ使ってみましたので、はい。まあ、実際僕の使ってみた感想とか込みで、まあ、最終的には、まあ、今回、まあ、引くべきか引かないべきか、みたいなところまで、はい、話していければなと思います。ってことで、まあ、まずは、第2弾から新登場したキャラ3体からいきたいと思います。はい、まずは、釘崎のバラからいきます。ちょっと SS の仕様から触れていくか。はい、はい。これは、はい。まあ、自走自強化からの、この自走自強化に弱点キラーが入ってると。うん、うん。1段階目で 1.5 倍なんで、普通の弱点キラー。2段階目で弱点キラー M。まあ、2倍がかかってくる。これ隠し仕様だね。そうだね。はい。で、停止後に、観察して攻撃。これが、まあ、敵を選べる割合になってます。うん、で、この割合にも弱点が関係してまして、弱点を触れた数だけ割合の倍率が変わってくると。はい。2段階目もそうですね。2段階目の方が、その、最大が36。で、1段階目に関しては最大が28になってますね。はい。で、雑魚に対してはこれが半減するそうです。最近多いですね、この仕様。この仕様ね、マジで共有雑魚に使えないんで、やめてほしいね。そうね。正直なところ、せっかくこの最初に触れた敵にっていう指定があるのに。選べるのに。そう、選べるのにね。そう、雑魚には。選べるメリットがほぼなくなるというか、これやられると。ほぼボス以外に撃つんじゃねえぞって言ってるようなもんじゃないですか。うん、この仕様は正直うんちだなとは思ってます。まあ、SS で野原の評価が変わるって言ってましたけど、先週は。どうですか？なんかね、正直最大値が36かな。うん、まあ、弱点10ヒット。10フレで36。はい。何を言ってるんだ弱点10回とか触れられるわけねえだろうと。まあ俺も最初見た時感じた。貫通キャラでこの攻撃型キャラで10回スピードが乗ったらまだしも。まだワンチャンあるにしも。まあ10回はまあまず無理だね。うん。まあ無理。だから自分だけでやっぱ最大のは出すのは無理だね。そう。ね、可能性としては36まであるけど、実質 30% です。これはね。はい。なので、そことかも込みで判断すると割合の中ではかなり弱い方かなと思っています。うん、なんせ、非属性で言ったら、そのエースとか、ロイマスタングとか、全体で無条件で 30%、まあ、36、うん、出すキャラがいる中で、この釘崎を割合キャラとして評価は正直できないかなと思った。そうだね。ちょっと仕様で負けすぎてるね。仕様で負けてる。割合は。あっちは簡単に全体に出すのに、こいつ単体に、ん？っていう。うん。で、まあ、それ以外のところ評価していきましょうってことで、弱点キラー M での殴りはどうかとか思ったんだけど、結局、今の環境で言うと、貫通のバランスの属性キラー1個くらいで超えられちゃうんだよ。まあそうだね。もともとその砲撃なので殴るキャラじゃないんで。うん、なので、その SS で言ったら正直微妙かなと思いました。なるほど。うん。どんなに評価しても、超 SS ターンアクセル加味しても。まあ、SS とかだけ見たらやっぱ砲撃型じゃない方が良かったね、これは。そうだね。うん、だからその仕様があるならスピード型が良かったなとかも思うし。そうですね。まあ殴り強いんだったらバランスにしてくれたらさらに良かったよ。うん。まあできなかったのかな。そうなのかも、ね。まあなんか野原がなんかバランスっぽくも見えないし、ね。まあ確かに。見た目な感じもあるけど。確かに確かに。うん。まあなので SS に関してはちょっと評価できない、つか微妙かなと個人的には思ってます。うんうん。使ってみてもね、それは思った。重複できないって。あ、そう、なかなかむずいね。なかなかむずいと思います。絶対に誰か後ろのフォローが必要だと思う。スピードアップやら弱点露出やら。まあ、フォローするにしては上げ幅もちょっと狭いしね。そう、最大出したとしても36か。っていう感じ、うん。これが上限なしとかだったらね、面白かったかなとは思うんですけど。はい。まあ、ただね、別に友情の威力が悪いとかじゃないんで、この超絶四反射分裂さに関しては、当たりは強い。間違いです。弾数もめちゃくちゃいいじゃん、全部拡散して。うん。一発当たりのダメージもやっぱ良かったんでね。15万ぐらい出せるもんね、一発で、うん。それがいっぱい弾出るんだから、すごい総火力はしてる。間違いないです。で、サブで雑魚敵も全部滅ぼせるから、2ターン目以降は、うん、まあ、ボスだけになって、この友情を頑張って当てる。みたいなスタイルを取れたら、理想だろうね。まあ、ビットブレーカーとかもあるしね。そうだね、うん。それで消し飛ばせるビットンがあれば。そうそうそう。ないのもあるんですけど。っていう感じ。うん。まあ、ただね、この4覇者分裂さんもね、その条件が揃わないと強くないかな。うん。
っていう感じがする。雑魚敵がいっぱい出てきて、マイター蘇生とかもされるステージだったらちょっと辛いかな。それよりは手軽な友情も今はあるよな、上位に。まあ、かもね。けど、まあ、少なくともやっぱ性能的には低難易度で使うような友情キャラではないかなって気がするね。まあ、そうだね。低難易度だともっといいのがいっぱいいるんで、多分使わないかな。だから多分、性能的には高難易度で使う攻撃キャラで割合を持ってるよみたいな感覚かな。そうそうそう、高難易度キャラだと思う、うんうん、で、まあ、ギミック対応が広いんで、ダメ用ワープブロック魔法陣と、うん、もうそこら辺がしっかり噛み合ってくれば、うん、使う場面っていうのはあるかなと思ってる。今のところはちょっとないかな。もうちょっとロマンある感じの SS だったりなのかな、個人的には。そうですね、うん。まあ、なので現状焦ってなんかゲットするっていうキャラではないと個人的には思ってるかな。将来的にはちょっとギミック接待も入って、割合も使える、友情も使えるっていうステージ、全部が噛み合ってこないと、うん、厳しい感じになってるとは思います。はい、2体目はメイメイでございます。はい、まあ、メイメイのまずストライクショットの仕様から見ていきますか。まあ、自走自強化からの、こちらも割合キャラになっております。しかも可変、うん。で、撃った時の残存 HP によって、その割合の数値が変わってくると。1段階目なんぼだっけ ?23?4?、うん、あたり。そのあたり。で、2段階目で33あたりまで最大出ると。で、HP が低ければ低いほど威力が上がる。っていう感じになってる。だから HP マックスの時言っても、すげえ低いよっていう。まあ、本当に出ない、あんまり。まあ、ピンチな時ほど強くなるやつですね。うん、はい。で、まあ、耐性 M を持っている。造成耐性と非属性耐性 M ね。これは偉いな。そうだね、シンプルに、まあ、バランスが正しい。大体持ってくのは非属性だからね、両方持ってるそこの体勢を。そう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 。でまあ難しいところに連れていけるかな、これ、うん、ダメージが痛いってなっちゃって、露骨に最近やっぱ体勢偉いなっていう部分もね、難易度を高ければ高いほどあるんで。そうっすね、まあ、ギミックとして毎回ダメージ食らうとかもね、ほんとあるんでね。ほんとね、黙々だよね、そうみたいな感じね。うん、全然ありえるんで、この体勢っつうのはこいつの武器になってるのかなとは思いますね。まあでもその体勢と SS の噛み合いっつうのはちょっと悪いかな。まあ体勢しちゃったら HP 削れないんでね。そうそうそう、ほぼほぼもう8割ぐらいキープしちゃしてるたら、この SS の威力も上がらないわけですし、うんうん、こいつマジで2割とか1割の時打たないとそんな割合も期待できないっていう感じになってくるからね。だからほぼほぼなんか SS ださ、割合2より自強化っていう感じでっていう方面の方が多いのかな。ああ、なるほど。おまけで割合みたいな、うん、感じの扱い方になるとは思います。はい。そしてまあ、長寿封じ M とかもあるけどね。これ刺さったら強いね。まあね、ここ刺さったら、ったらね、バランスで長寿封じ M で対戦を持ってて、割合まで持ってる地図を。うん。ほんと、この対数、ああ、キラーサイズ刺さんないんだよ。長寿封じ M は。少なすぎる。そうね。モンストに。たださ、やっぱ性能だけ見るとさ、このメイメイが強いステージって作りやすそうだよね。接待はしやすいだろうね。うん、ボスをね、取り掛け物にして、ヒラメージクソ痛くするだけで、メイメイのステージになるから。うん。簡単に接待できる。そう。ただそんなステージを作るかどうかってとこだからね、これは。知りません。作ってくださいとしか言えない。そうなんだよね。メイメイを輝かせる。うん。まあ、そういう感じになってるんだよね。やっぱキラーが原作再現なのがしょうがないのかな、これは。まあそうだ、さっきの神谷のとこも多分原作のとこだと思うから。ねえ。うん。ゲージ長寿封じなの渋いよね。なんで、友情にも捨てくれないんだろうなっていう。まあせめて刺さったら友情も強くしてくれるって話ね。そう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 。どうしても多分無属性耐性 M と非属性耐性 M を巣に持ってきたかったからっていう感じなんだろうね。うん、まあそうだね。はい。まあちょっと渋めになってるかな、アビリティはとは思いますけど、ね。ただ耐性だけは、うん、偉い。まあ、友情コンボのタッチ感ずんの長距離クロスレーザー EL については、弱くはないけど、うん、別にこれじゃなきゃなっていうのは、なかったかな。ああ、なるほどね。タッチ感ずんだもん。当たりや、まあ、やるなっていう感じ。はい、やるねうん、終わりみたいな。うん、他でもとりあえずいいかな。っていう感じ。こいつじゃなきゃ、これクソ優秀っていう、ことを思ったことはなかったですかって。まあ、選んで持っていくことを思うことでもないと。うん。なんだよね。はいはい。まあ、メイメイ、多分現状だと天馬1だとは思うんですが。天馬1で使いました。はい。別にブリキッドでいいかな。うん。まあ、これも先週ちょっと言ったけど、やっぱ、
なんか転売しとっかって感じもしないんだよね。そんな感じもしないんだよね。結局は渡積みで毒とかのサポートもしてあげたいし、舞もないし、それってメイベイが強いんじゃなくて渡積みが強いみたいな話だし、うん、まあ、結局はなんかそこら辺の限定の力を借りることになりそうなので、こいつを入れて楽になるってわけではない。なるほど。うん、まあ、割合の部分だけはちょっとピンチの時にボスにとかで言ったりとかさ、あそこはまれないと結構事故るじゃないですか。そうですね、うん、そういったところでは割合は役に立ってくるかもね。まあ、じゃあさっき言ったようなステージが来ないとちょっと活躍が難しいんじゃないかって感じかな。そうだね。ひダメージがクソ痛くて取り池物が出てきて、うん、うまく割合が使えるステージ、なるほど、うん、そういうところが来ないとメイメイは今のところだと厳しいかなとは思ってますね。はい、3体目はシグロ恵でございます。シグロ恵、友情強いわやっぱハイエナさ強いっすか。やっぱり使ってみてもハイエナ G サークルっていうのは格別だなっていうのは思いました。うん、だって絶対に属性友情好意力出せんだもん。そうね、これは強い。豪絶のまあ下3つとかもこの友情だけで無双できるし、ね、このハイエナジーサークルっていうのはこれからも雑魚が溶かせるのであれば輝くなとは思います。多分今は最高峰だとは思うんで、エナジーサークルは手軽さで言ったら。そうっすね、超手軽じゃん。これ当たるだけで全体にもう適当でいい、うんうん、何にも考えずともダメージ出せるので、うん、使ってて楽なのかな。楽で威力も担保されてる、うん、だからいいかなとは思いますね。はい、で、まあ、SS について喋ってみますか。まあ、この追撃部分は思ったより、ワンパン性能っていうのは低かったかな。そうっすね。うん、倍率思ったよりなかったかな。ね。12.3 とか。はい。そのあたり、2段階目が。で、1段階目が、まあ、8倍。うん、うん。あたりの追撃でした。まあ、でも最近の中だったら高い方だけどね、12倍は。確かに。9倍とか多かったもんね。うん、そうそうそう。ポルナルフよ。そう。仕様がちょっと違うからってのはあるんだけど。そうなんだよね、うん。仕様がね、近くの敵を攻撃っていうことなので、かなり、その、ボスの近くに置かなきゃいけない。だから、ビットンとか、シールドとか、まあなんか、ね、変な、雑魚とかが近くに寄ってたりすると、当てるのがすごく難しくなっちゃいます。なので、そこの部分はステージを選ぶかなと思います。うん。うん、だから、ボス開幕で、撃てるかって言われたら多分撃てない。まあ、そうだね。ちゃんと、雑魚を処理して、状況整えてね。そうそうそう、打つ感じの SS になってるとは思います。まあ、これはね、良くも悪くもだね、まして、うん。そうだね。うん。はい。だけど、まあ、当ててしまえば、ワンパンまで狙えて強いと。ワンパンしなくても大きく削れるんで。うん。まあ、めちゃくちゃ強いかなと思っております。まあ、そこにパワーオーラとか乗ってくるんでね。そうですね。で、バランス型ですし、その、マイスイ持ってれば威力も上げられる。だから、かなり打点は最近だと高い。いや、ほんとそう思う。うん。そこめちゃくちゃいいかなと。思います。はい。でも、普通にギミックタイムも偉いか。ギミックタイム、まあ、アビリティのところはちょっと強いよね、ちゃんと。超重力枚水泳のワープ超原則だもんね。うん。特に超重力超原則のところはね、偉すぎるな。そう、重力原則壁なんか来ちゃったら、もう、なかなか勝てるキャラいないでしょうね。なかなかいないでしょう。うん。この殴り性能に友情これで、ワンパンまでします何を言ってるんだいみたいな感じになってるから、うん、まあ、伏黒はもうこの時点で、その、今回の新ガチャの3体の中だったら、頭、まあ、1つか2つ抜けてる存在だなっていうのは思います。うん、はい。まあ、回復 M とかもパワーオーラとかのあれにも役に立つかも。そうっすね。艦隊とかで組んでる場合とかね、複数編成したら、うん。そことかも偉いかな。はい。まあ、状態異常回復ブラストに関しても、なんか、他の既存のキャンに比べても、そこへの対策ができるっていうのは偉い。そうね。うん。まあ、そのパワーオーラのところにはプロテクションとかもいいしね。プロテクションな、地味に結構使えるんだよね、これ。うん。全然通らねえよ、みたいな。そうそうそう。ホーミングじゃーん。あ、このレースは通らないじゃんっていうのがね、何回も使ってて存在した、今回ね。うん。はい。で、まあ、伏黒恵の問題っつったら、使うステージがやっぱ少ないね。ああ、なるほど、ね。一番ではない感じ。強いけど。まあちょっと汎用寄りになってるもんね、性能的には。そうそうそうそ う, そ う, そ う, そう、器用にどこでも使えますみたいな。はいはい。あと、今のところとハイエナジーで使えるってところが多い。殴りを活かしきれない。結構友情依存って感じか、使えると言っても。そう、まあギミックまあ、ある程度合ってて、プラス友情で溶かせるから偉いよねっていうステージが多かったかな。
ま、じゃあハイエナのライン越えてなきゃ一気にきつくなるってことだ。そう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 、ハイエナ時使えないとな、他のキャラでいいかなっていうところは目立ったかなとは思います。うん、まあ今のところね、最高最強格で使えるところか2回の47ぐらい、はい、うん、あ、まあだけどあるだけいいな。そう、あるだけいい、マジで。まあ2回がどれぐらいの人が到達してるかは絶妙なところなんだけど、うん、2回47はマジ強いっす。幕末とかは強いところね、はい、剣とシールド取って、はい、あそこでは最強かなとは思いました。それ以外のところだったら、まあモラ、あ、モラルじゃない、カルナでは強かったな、うん、ワープ大王でね。他のキャラでもまあ強いんですけど、カルナではハイエナジが雑に強かったかな。ノクターンでも強かったかな。魔法陣対応してないけど。はいはいはい。うん。というのもありました。だから、ハイエナサイティア通っちゃえばやっぱりかなり強いと。かなり強い。あそこはどう？ハービセルは？ハービセルは、その、ワンパンするの結構難しい。いや、できるけど難しいんで。あ、可能ではあるんだ。可能ではある。剣持った状態で、まあ、近くの敵にやっぱ止めてあげるっていうのが、難しいところだよね。だからあそこだと天使を投下させてあげなきゃいけないじゃないですか、まず。まあ、シールドもあるし、確か。そう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 。うん、で、ラックスキルのあの、クローバー取った状態で、ね。うん。まあ結構条件がたくさんあると。結構条件がいろいろたくさんあるんで、それだったら、普通にやった方がいいかな、今の条件の話なので。とは思ったんで、最適ではないと思ってますね。なあ、まあ、持ってないならワンチャンぐらい。持ってない、そう、そこら辺持ってないならワンチャンあるっていう感じで。はいはい、そう、だから、強いけど、スペックはあるけど、最適をもらって、なさすぎる。だからこれからのキャラなのかなっていう感じ。未来についてはどう思います？全然あるでしょうね。でも3ギミ以上のギミックがあっててみたいな使い方になると、あ、まあ、転送壁ないからってことだよね。そうだね。できれば転送欲しかったけどね、今年俺は転送時代だと思ってるので、うん、転送もらってないっつうのはちょっと残念かな。確かに確かに、うん、まあけど3ギミなら全然可能性あるよね。そう、3ギミック以上だったらある。まあ、一応これ、近畿深夜行けるようになってるのか。重力ワープマインで。まあそうですね。うん。だけど、まあ、八重と比べてどうかって話だと絶対負けるじゃん。絶対負ける。ってなるとちょっと使いづらいかなっていう感じはあるんで。一番手ではない。うん。だからもうちょい貫通が優遇されたステージで使いたいかなっていう感じですね。そうだよね。まあシェイクスピアとか出るしね。あ、シェイクも出るね。うん、深夜は。うん。まあ、そういうわけなんで、まあね、スペックは高いけど。今のところだと友情で雑に片付けていくキャラ、うん、回のステージを、はい、っていう印象になっちゃってるかな。うん、あ、でも本当友情が通るステージではね、まだ全然活躍できるとは思うんで、ね、うんうんうん、今後はそこに、そこと、そこが主に行きたいかなとは思ってますね。続きましては第1弾のキャラでございます。虎杖悠仁。はい、虎杖悠仁はね、大きく変わったのはダメをブロック。SS ターン短縮。まあ、超減速になった、うん。このアビリティでの強化面がすごい。もともと、強かった。そうはね。ちゃんと。SS なんて、まあ、ランダ系ですけど、20倍。うん、1段階目。2段階目で、まあ、25倍以上出せるっていう感じだったので、そもそも弱くねえと。倍率だって頭おかしいじゃん。そうっすね。さっきの伏黒と比べてみればわかるんだけど。伏黒を12倍に関してこいつ25倍よ。頭はおかしいよね。全然違う。ただ自走系ではないけどね。まあそうね。そう。うん。うん。まあなので、かなり SS とかもともといいもんもらったので、あとはなんかいける幅っていうだけだった。で、今回いける幅っていうのが広がってくれたので、かなり偉くなったかなと思ってます。ダメ音ブロックが入ったんだよね。マジ偉いよね。全然違う。ダメージ受ける系受けて、ブロックとか露骨にうざいじゃん。うん、これ対応できただけでかなり幅広がって使いやすいいいキャラになったとは思っています。偉いよ。そうですね。で、まあ SS が強いからやっぱ短縮要素が入ったのはかなりでかいんじゃないかな。ね、案外この黒線がポンって言ってて、まあ1段階目でも打てればさ、20倍の追撃だからさ。うん、そこらのだって2段階目のワンパンキャラより強い。そうなんですよね。その代わりスニキラーを持っていないっていう感じね。超わら効果のみって。そう、砂繰りがやっぱそんな強くないっていうのがね、そうあるけどね。まあ、だからもらったんだろうね、これでぐらいの倍率を。うん。まあそこはうまく差し引きしてんだろうね。ね。だけど、だから虎杖はかなり強いかなと思ってますね、その部分。だから全然高難易度でもありそうだよね、今後。うん、うんうん。今のところで言うと、未開の48。また未開の話になっちゃうよね。そうですね。未開ではその超レーザーストップも活かせる強いかな。はいはい。あそこってレーザーで削ってくるっていう仕様でもありますので。うん。
このレーザーストップにするのがめちゃくちゃ偉くて、まあ、超原則になってくれたから雑に動き回れるし、うん、すごく偉い部分っていうのが目立ったかな、うん、あとは超原則になったことによって近畿の28、ここは試してないけどね、絶対強いです、うん、間違いない。そうっすね、うん、まあ、いたずりレギュラーにする人もいるんじゃない。まあちょっと難しいけど、ワンパンチでは絶対可能なんで、うん、効果パネル2個踏んでランダー系だからポンって打っちゃって、弱点じゃなくて敵に当ててあげればね、うん、いけるんでね、はい、まあ、友情も偉いし、ちゃんと強化されましたね、ここもね、超共感通6個になってくれたので、まあメインに関しては俺別にそこまで偉いって考えしたことなんだけど、まあまあ確かにこのサブが特に偉いんで、ね、うんうん、まあこれとかも使える28ではまあ最高峰なんじゃないかなと思います。だからパッと使えるところでも近畿28を持てと2回になってくるのかな、うんうん、はい、あとはこのワンパー性能をこれから使っていけるかどうかっていう話になってるね。そうですね、うん、でも対応が広がったんで全然活躍の面が増えるかなと思います。だからいたとりいいキャラだよ、まあ本当元が強いだけに、そうそうそう、上げ幅感じなかったかもしれないけど、うん、全然強くなったと思う。元が強かったから本当横幅広がるだけで、うんうん、使えるって場面が増えるんで、かなり当たりなんじゃないかなと思ってますね、はい、続きましては七海健斗でございます。こいつの特徴はね、ハイプラズマの闇属性キラー超撃、マジ強い、マジ強いです、これも最高。ちょっと久々に使ってびっくりしたわ、このキャラは。超楽しい、うん、あのね、ぶっちゃけ今回の呪術廻戦のコラボの中で一番楽しいわ、使ってて。そうですね。うん。やっぱりハイプラズマ、ダメよ。これでさ、普段と違う攻略ができちゃうんだもん。うん、うん。俺が衝撃的だったのはティルウィングかな、使ってて。あ、友情攻略できるんだ、ここ、みたいな。本当に友情だけで倒したんでね。そう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 。ってことはさ、もう全部いけるやんって。闇の超究極系は。うん、うん。まあ、豪絶もだからいけるよ。そうだ。とんでもないの来たなと思いましたね。これ多分光属性最強友情って言ってもいいと思います。いや、今なら全然いいと思うわ。今だったら最強だよね。うん。なんか目についてる超絶オレンジブレッドも強いし。いや、これね、全然バカになんないよ。バカにたら、マジで。本当に強い。やっぱキラー砲撃でこれもらっちゃやばいんだなっていうのをとても感じた。いや、ハイプラズマがやっぱりどうしても引っ張る系だったからさ、重力っていう追加アームもいいよね。まあ自分で引っ張ることもできるようになったからね。そう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 。で、合わせいいキャラもヘラとかいうキャラがいるからさ。そう。まあさっき言ったスティルウィングとかだとね、ヘラで言ったんだけど、可能性を見てよね。ちょっと。マジで強いと思った。うん。いや、なんだ、シマもそうじゃん。確かに確かに。あそこ満員あるけど、ああまあ飛行機のスレッカーっつって。で、あとはハイプラズマ、ウェーっつって倒してさ。まあ、ちょっとハイプラズマ、プラズマが強すぎて、うん、うん、もうそれだけでもう素晴らしい拍手みたいな感じだね、なのに。そうっすね、うん、ちょっとコネクト条件がやっぱ厳しいかなってのは思うけどね。まあ普通に使わない1体までっていう話だからね。でもこいつはコネションありだと思うな。うーん、もう今回も1枚配られるし。確かに、うん、入れんなら今回配られた中で入れんならナナミだよね。入れるならナナミだと思う。すげえ強いっす、このハイプラズマ、うん。モンスト最高峰光属性キャラとして、もう認定でいい気がしてますけどね。そうっすね。まあ、ただちょっと怖いのはやっぱさ、やっぱ友情環境はすごい水物じゃないですか。なんか、上振れしちゃうとね、そう。すぐ環境変わっちゃうからね。急に強いの出てきたらちょっとってところも一応あるけど。けどハイプラズマだとそれあんま感じないんだけどね。ハイプラズマキラー超えるやつなかなか出ないんじゃない？と思うよね。うん、とは思う、本当に。なんか、低難易度でさ、なんか、強いとかだとさ、すぐ上が出てくるイメージだけど。光のルシファー出たらやわかんないね。まあ、そうそうそう。でも、光のルシファー出てきたとしても、ハイプラズマの方がだって威力出るパターン多いもん。使いそう。使い方としてさ、高難易度連れてくタイプの友情だから、そのさ、インフレにあんま巻き込まれないかなって気がするんだよね。そう。でもハイプラズマってだけでね。そう。偉いよね。これは。だからなんか、そんなにそこの環境的にも疲れなそうでいいキャラだなって思うけどな。うん、この環境が変わるんだったら多分モンドリぐらいじゃない。そう、しばらく変わんなそう。しばらくないでしょ。うん、うん、ゆえにめちゃくちゃいいキャラです。はい。ね、え、生身でいけるじゃんっていうのはありそう。うん、結構あるんじゃない。うん、だってジョリンですらあったんだよ。確かにジョリンも強いじゃん、ハイプラズマで砲撃ってだけで。うん、あれでだって、なんだっけ、最近だと採掘所とか
はい、でめっちゃ強かったりもしたじゃないですか、その、まあ、あそこのクエストがちょっとヤバすぎたんだけど、うん、だからそういうヤバすぎるクエストにこのハイプラズマっていうのは持ってけて楽にしちゃう可能性があるんですよ。そうですね、マジで価値高いと思いますね、うん、まあ、今のところはそこまで存在しないですけど、うん、まあで結構無理やりになっちゃうよね全部。まあそうだね、うんうん、だけどなんか簡単に壊す未来が見えるから、このハイプラズマは。そうですね、うん、すげえすごくいいなと思う。ちょっと SS もなんかちょっと変わってましたね。割と上がってたね。うん。2.5 倍になってんだっけ？らしいっすね。全部。普通にさ、非直殴りだけど倍率がやばいっていう、ね。しようとして絶対に弱点倍率を拾う、ね。だから絶対3倍になる。そうだよね。だから150倍ぐらいもらってるでしょ、非直殴りだけ。まあ、多分そういうことなんじゃない。とんでもないけどね。うん。だから雑になんか、殴り倍率かかってないステージでは、ワンパンするでしょ、ポンポン。うん。多分倍率だけ見たら、うん、普通にはいい感じになってくれたなって思って。そうだね、まあ、前回相当言われてたから、ね、まあ確かにだからその分ナナミは上げてくれたっていう感じがするね。縦には一番伸びた感じがするな。あーそうだね、もしかしたら音がちょっとあんま低かったのもあり、うん、今回の受信家会の中で一番伸びたね、正直、うん、価値が上がりすぎてる。マジでいいキャラになったな、ナナミは。はい、続きましては五条悟でございます。いや、五条悟強いよ。ほうほう、いや最強でしょ、うん、交差において、うん、まあ、最強格、ちょっと逃げましたなちょっと逃げましたで、これとさ、仕様変わりすぎなんだよね。変わったところ行こうか。まあ、SS だよね。そうだね、うん。まあ、もともとはね、全体割合だったんですけど、違う、全体遅延。あ、全体遅延だったんですけど、紫でね、この紫の部分に当たったやつが遅延して割合が入るという感じになった、うん、はい。まあ、ここ本当大きく変わってる、ね、ターン数もちょっと伸びたのかな。 G8 プラス8なんで16プラス8だったのかな、はい、ちょっと2ターン分1段階で打ちづらかったっていう感じになっております。はい、でもホーサーには本当ぴったりな性能だよね。そうですね、 SS は2回分も SS が打ったら担保されてて、プラス割合も入って1段階目で 11% の2段階目で 12% だったかな、うん、で遅延も入れられるんで、その2段遅延が開幕とかに移ってしまうと、なんか今でいう宝石使ってるサメみたいな 4,50 の感じで使えるんですよね、うん、だから相手のイラプションの発動を遅らせたりとかそういうことができるんで、めちゃくちゃ強い。ホーサーにガチガチにあったんですが、ホーサーを見て作られた SS だなっていうのを思います。そうっすね、逆にそこ以外見てなくないかそこ以外見てなくない？この SS。うん。ホーサー、まあ、頑張れ、うん、っていう感じだね。はい。だけど、だからホーサーではめちゃくちゃ強いです。うん。正直ね、実況倍率も高いし、0.4 倍、もらってるっていう感じなんでね。はい。めちゃくちゃいいなと思う。で、意外と弾もでかいっていう。結構巻き込める感じがしたね。巻き込める。で、こいつなんか、単体割合じゃなくて範囲割合だからね、一応。うん。この弾と音でこれ全部割合入るんだ。確かに。だけど雑魚には半減してます。これもね。相変わらず良くない。この半減の仕様が入ってるんだよね。雑魚に半減すんなよ。せっかく範囲なのに。巻き込みたいのに。そこはまあ、まあ最近のモンストの事情的にね。そうですね。はい。まあ、しょうがない部分にありますんですけど、まあ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 。まあ、ちょっとうざいなと思って言いました。うん。はい。はい。まあ、ホーサーでは間違いなく強い。で、マイスイパー EL 弱点キラー超バランスの殴りも素晴らしいね、ホーサーでは。まあかなり SS と合わせるとほぼ最高打点みたいな動作において、全部合わせたのも最高峰だね。うん、マジで殴りはやっぱ強いよね。最高です。はい。で、魔法陣もらったっつうのも個人的にはめちゃくちゃいいんだよな。ほうほうほう。そもそも魔法陣持ってなかったからさ、この SS してっつっても打てなかったことになったんだよ。元から SS が強いキャラだったからね。そう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 。難しいところでもさ、なんか無理やり連れてくっていうのがあったじゃないですか、個人的に。その無理やりっていうのが、まあ、魔法陣持ったことやりやすくなったのかなっていう感じがする。確かに。だから昔言うと29とか持ってた時ね。ああ、そう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 。なっちゃうみたいな。そことかでだから魔法陣もらったのは便利になったんじゃない？ね、ビームもこれ大丈夫だね、だから。そう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 。ビームで、ゲシャってよかったね。そうね。マジで。はい。で、ソウルスティール M もこれもホーサー用っていう感じなのかな。もともと持ってたけどね。このソウルスティール持ったことによって HP 担保がすごいホーサーにしやすくなった。うんうん。これはかなり強い。でロングスピードモードとかも偉いかな、あそこで足が必要になるので。そうですね、うん、っていう感じになっております。で、友情コンボと長距離グロスフィアは
微妙かな。これはあれは豊作においてというより全体的に、もう全体的に、はいはいはい、俺は微妙かなと思ってる。だっていや他のキャラ負担使いしてるとちょっとグロースフィアは使いづらいからしようと、とは思っちゃった。威力はもちろん上がってて、その辺の雑魚よりは全然いい。そうですね。うん。だけど、上の環境と比べちゃうと、わざわざこれ使うって言われると絶対使わないと思う。確かに。触れてるし使った方がいいよ。普段使い。うん。っていうのは思っちゃうんだよね。難しいところで使うにしても、魔法さんもそうだけど、無属性っていうのがやっぱり足引っ張ってるなっていう。なるほど。うん。感じはしちゃうんで、うん。ちょっとこのグロースフィアについてはもう元々の仕様がもう今の時代に合ってないのかな。うん。っていうのは思いましたね。だからこれはもう本当ぶっちゃけ俺の感想なんですけど、グロースフィアじゃなくてなんか属性友情のなんかついてくれたら、まあなんならホーサーでも強かったし、うんうん、他のなんか難しいところでも友情で役に立つっていう部分が生まれたと思うんだよね。それがこの無属性だとね、ちょっと起こりづらいかなっていうのは思ってしまった。なるほど。正直。まあ全然ね、接待しようと思えばできると思うんですけど。はい、はい。難しいかな。弱点キャラも乗せづらいと思ってるんですよ、正直。うんうんうん。で、グロースフィアでも適当にベーって言ってくるじゃん。確かに。初段だけ真ん中に飛んでくけど、近くに。まあ友情と噛み合わせは悪いよね。そうそうそう。弱点キラーだとなぁ、やってづらい時もあるだろうなぁ、とか思ったりして、うん。うん。はい。まあちょっと友情に関してはちょっと文句。まあだけど SSRBP は豊作によって本当に強いと。いや、本当に。もう拍手レベルだと思います。まあ、あとこれはちょっと荒れるかもしれないんですけど。荒れること言わせないで。まあ、シャドウとの話はあるよね、豊作ですんなら。もうどっちも強いでいいじゃん。もういいでしょ、もう。そこは。どっちも強い。どっちも強いか。うん、まあだけど、そうだね。シャドウ強いんだよな。シャドウもやっぱ強いからね。シャドウもほんと強い。うん、なんなら汎用性に関してはシャドウの方が強い。おうというのは、だって全体割合にあの数値出せて、うん、超マインだし、はいはい、友情も属性友情持ってる、まあそうだね、ということを考えると汎用性に関してはシャドウなのかなと思ってます。ただホーサーにおいてだとトントンぐらいかな。ああ、なるほどなるほど、っていう評価だね。うん、まあシャドウはだってあの全体割合で確実に雑魚全部処せる、うん、それによってやっぱ被ダメージも抑えられるし、とりあえず割合も多く入るから、ちゃんと弱点殴らなくてもある程度の火力が担保されている。そうですね。そこがめちゃくちゃ偉い。プラス超 SS ターアクセルでもう一回撃てちゃうっていう可能性もある。うん。まあ、2段階目撃ってその後1段階目撃つっていう感じになるのかな、ホーサーは。そうですね。はい。まあ、そんな感じなことができるので、シャドウはシャドウで、めちゃくちゃ偉いし、雑にいいよね。うん。うん、対して五条に関しては、もうほんと、2回動けるっつうのがマジで強い。うん。で、紫が遅延効果も入ってるんで、ボスステージで使ったら、まあ、遅延も入れられるんで、イラクションはさっきも言ったんですけど、発動されないとか、ラスゲとかで。確かに。そことかが、なんか四五条のサメみたいな効果を持ってて、偉い。うん。まあ、殴りたても高いよね、五条。あ、そうだね。2.4 倍からの、この、あれで、スピード感で動けるしね。うん。うん、そこのとこも偉いんで。だからね、シャドウのいいところと五条のいいところ、なんか、いい感じに。別方向すぎてってことだよね。別ベクトルに強いっていうのが、うん、そうだから難しいかな。だからまあ好みって話が出るのかな。そう、好みって話になると思う。まあでも本当何も考えなくていいんだったらシャドウの方が強いっていう意見もあるよ。俺もコメント見てるから、ね、うんうんうん、マジわかる。雑だもん、マジで。何も考えずにドンゴンで出せるんだからね、雑魚も全部処せて。そうですね。うん、五条はちゃんとルート取ってたら最大値が上って感じかな。はいはいはい、うん、殴り火力も出せて遅延も出せてやれることが多いっていう感じ。だからクリアタイムに影響が出るよね、そっちだと。そうだね、うん、まあここ俺は山勝部キリも言われてるし、まあ俺も思ったことだから、うまくいったら五条の方が早い、うん、周回するにはね。だけど豊作霊術っていうステージは周回速度大事かって話なんですよ。確かに。負けない方が大事じゃねっていう、はいはい、五条の方が俺自己率は高いと思ってる。なるほどね。うん、そこははいはい、でちゃんとやらないといけない。シャドウは、まあ、五条よりもちゃんとやらなくていいかなっていう感じ、うんうんうん、雑にやっても、うん、だからそこの部分が強いっていうのは分かる。だそこもなんか強さのベクトルが違うよねって。そう、強さのベクトルが違うから評価しづらいかなと思う。あ、うん、だから同じ最大限の集中力でやれるんだったら五条の方が強いんじゃない。なるほど、とは思うね。ってのがじゃあまあ豊作にと話から同じぐらいっていう理由かな、それが宮本。そうそうそう、だからシャドウを持ってる人は無理してね、
あの50を引く必要もないと思うよ。まあ同じぐらいだらね。同じぐらいだったんで、うん、すげえ楽になってるっていうわけじゃないか。確かにそうです、ね。このすげえ楽になってるとは思わないんだよ、シャドウモンスター。多少なんかアクレタイムがあったなみたいな感じだと思う。あとは 4,50 の幅増やせるとかね、うんうん、そういうところだと思うんで、まあなんかもうラックがもうある程度高くてもうシャドウで慣れちゃってるって人はもうそのままやるだろう。そうですね。そっちの方がなんか速度感もこいつ変わってくるからさ、ロングスピードモードで、うんうん、慣れの部分ももう出ちゃうから、ね、そうだからそれならもう練習中でずっとシャドウで慣れてるんだから、シャドウで運極までして、まあ50は別に使わなくてもいいよっていう感じになると思う。でもこれからなんかフォーサートライする、シャドウ持ってないっていう人はこの五条は絶対持っといたら楽できるだろうね。そうですね、うん、だから五条は引くのありだね、その辺の人は、うんうん、持ってないよ、シャドウ持ってないよ、まあ、まあ全然五条引いたら同じレベルで、そう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 、ね、できるんで、うん、マジでいいキャラになってるかなと思います。まあそこの比べでフォーサー以外になるとだちょっと負けるかな。だ俺はシャドウだと思うねって話なんだよね。さっき属性友情強力な、うん、プラス全体割合だから。そうね、うん、まあ五条の弱点はだからちょっとフォーサーに特化しちゃったかなってとこか。じゃあ、いやそれは思う。もともと汎用的に使えてたキャラだと思うんですよ、五条って。うんうん、あオランチェもあるしね。そうそうそう、うん、フォーサーに特化したな、うん、っていう印象。でも妄想ってやっぱ特化した方が強いんで、これは正解だと思うけどね。まあキャラベクトルがちょっと変わったっていうのはあるね。そう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 、フォーサーに寄せたから絶対チェンジだなっていう。多分そうっす。天使チェンジしちゃうから、おそらく。まあ、天使を巻くむときあるけど。場所によってはね。そうね。そう、だからね、五条に関してはめちゃくちゃ強いと思ってます。うん、うん。まあ、シャドウとの比較になると、うん。まあ、ほぼほぼ同じぐらい。で、普段使いまでシャドウと評価すると、シャドウの方が普段使いは上かなと思ってるんで。うん。うん、まあそんな感じの評価になるんじゃないかなと思いました。まあ状態以上です。あれだね。差別化できたら五条の方が強いって言われるのも起こり得るね。そうですね、うん。うん。はい。なので、まあお互いベクトルが違ってね、どっちも強いっていうことでいいですか、マルク。じゃあ、それで、ね、収めていきましょうか。マルク収めていいですか。はい。はい。マルク収めさせてください。はい。ということで、全6体の、まあ俺の使ってみた感想っていうのを、はい。まあ結構、素直に、はい、言ってきました。まあ、怒られるところもあるかもね。まあでも、これ、モンストでの評価だね。うん、そうなんで。はい。そこはご了承ください。はい、ご了承ください。これ、最初に言っとくべきことになりました、ね。そうですね。はい。はい。まあで、まあ、評価高いキャラで言うと、なんか、どっちを引くかが、まず、大事なんだ。うん。第二弾キャラは、正直、今のところだと引く価値はないです。うん。ほぼほぼ。うん。趣味。そうですね。第1弾は強いんで、引くならそっちかな。っていう感じがします。重心抱えるのはやっぱ、七海、五条、まあ、虎杖。どれも超高スペックです。光るもん持ってますね、皆さん。どれも光るもん持ってる。まあ、虎杖がその中でも一番評価は今のところ低いんだけど、うん、マジで幅が広がったことによって、これから活躍の場面っていうのは全然想像できるかな。うん、超原則だしね。貴重ですね。うん。ね、五条に関しては、だからシャドウを持ってる持ってないで決めればいいと思います。うん、持ってないんだったら引きだと思います。シャドウをね。七海は、最高に楽しんで引いた方がいいと思います。結構あり。結構ありだよな。結構ありか。実は。はい。まあ、なので、第一弾の方が正直ピックアップとかもないんですけど、こっから始めたって人は、引いてください、ぜひ、うんうん。かなり環境的にもいい感じになってると思います。まあ、強いて、第2弾のキャラっていうんだったら伏黒。まあそうだね。だけど活躍できるところが、最近始めた人は活躍ができない2回40になるとかになってるんで。うんうん。まあ、だけど過去の豪絶作りたいって人はいいかもね。その辺のキャラ足りてなくて。そうっすね。やっぱ汎用性高いんで、いけるとこはそこそこ多いんで、ね。そう、広いんでね。うん、まあなので伏黒が一番の推しかな。まあメイメイと釘崎に関しては正直使うところマジないっす。うんうん。うん。ちょっと厳しいかなっていう感じ。なるほど。まあ、割合持ちキャラが、ほんと手持ち少ない称号なんじゃないかな。まあそうだね。確かに手持ちで割合キャラがいないんだら終わっちゃうって出てくるかね。そう。ある程度モンストやってる人は多分ね、すげえ強いね、コラボの割合キャラ持ってるんですよね。うん。そうしたらマジで引く価値ないなっていう感じ。まああとはもう、将来、まあ月1コラボ来てるんで、割合キャラ増えます。はい、なので、この割合だったら別に替えが効くと思うんで、うん、まあスルーでもいいかなっていう感じ。はい。まあそうですね。月1来るじゃん。まあ、多分このペースでいくんじゃないですか、今年も。絶対他にも、非属性割合強いの出るよ。うんうん、うん。
うん、とは思ってるね。はい。そう、なのでまあ、第2弾で出てきた新キャラに関しては、ほんと無理せずっていう感じかな。個人的な評価。魅力的おすすめは第1弾キャラのガチャ。第1弾、はい、第1弾ほんとスペック高いっす。はい、ってな感じで、今回は以上です。ただ、まだ、近畿で使えてないんで。うん。まあ、そことかもね、21日来るので、使ってみて評価変わったらまた、まあ、動画にしたいかな、大きく変わったら。そうですね、うん。大きく変わらないんだったら、これで最終評価っていう感じにしたいとは思っています。はい、ってな感じで、今回は以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。